あなた藩の女王と呼ばれた一つの島の支配者となった日本人女性がいたことをあなたは知っていますか？彼女の名は比嘉和子。この女王という衝撃の呼び名で戦後の日本の話題をかっさらった女性なんです。フワちゃんに似てんな。時は1944年6月、第二次世界大戦の真っ只中、当時日本領だったサイパン島近くにあることをあなた半島。この島には事実上の国営会社南洋興発の社員比嘉菊一郎とその部下の妻にあたる当時24歳の和子の2人が住んでいました。その後ほどなくしてアメリカ軍の爆撃を受けて沈没した3隻の船に乗っていた10代から20代の若い海兵たち31人がこの島に流れ着きます。そして世界大戦中のことで彼らの共同生活がスタートしたんです。そう、男性32人とたった一人の女性で、前回のことで始まった奇妙な共同生活、そこで一人きりの女性である比嘉和子はなぜ女王と呼ばれるようになったのか、そこには人間の欲望が引き起こした目を覆いたくなる惨劇があったんです。はい、どうもアルゴメトリのケンちゃんです。どうもアルゴメトリの女王こと闇闇子です。市長、女王さん、何でもおっしゃい。悲しいお知らせがあるんですけど。何よ。じゃ最近ですね、矯正始めて、ナレーションとか、この動画の前後ぐらいの動画しばらくちょっと滑舌悪くなっちゃってるんですけど、それも悪いわ。ちょっとお手柔らかにお願いします。すいませんでも一生懸命頑張るんでお願いします。女性1人と男32人ってなんか意味わかんない、逆ハーレムのね、生活ね、どうなっていくんですかね。これ女の子が足りないから31人ぐらい呼ぶんじゃない、海外のバチェラーかも。というわけでですね、まずは舞台となるあなた半島でなぜか比嘉和子さんがそこに住むことになっていたのかということを滑舌面白いわね、あんた。見捨てられた島。あなた半島は南太平洋に位置しています。観光地としても有名なサイパン島のおよそ120キロほど北に浮かぶ島なんです。面積は30平方キロメートルほど。それって具体的にどのぐらいなの？まあなんか平地で言ったら端から端まで歩いて2時間ぐらいですね。なかなか狭いよ。結構遠いだよ。喉乾くよ、お前。強制してんだよ、こっちとか。1944年当時、あなた半島はサイパンも含め日本の統治下にあったんです。そして島に住んでいた比嘉菊一郎とその部下にあたる和子の夫が勤めていた南洋興発、この会社は日本海軍と密接な関係を持ち、南太平洋でサトウキビから砂糖を作ったり、ヤシの実から油を作ったりしていたんです。その仕事の一環としてこの2人の家族は資源豊富なあなた半島に来ていたんです。ん？比嘉菊一郎と比嘉和子は別々の家族なのよね。まあそうっすね。まあこれにもね、皆さんね、深いね、事情があるんですよ。もともと比嘉菊一郎と和子の夫はそれぞれの家族を連れてサイパンに来ていたといいます。そしてサイパン島周辺は日本を攻め落とすための要の地としてアメリカから激しい攻撃を受けていたんです。詳しい理由はわからないんですが、戦地になったことが原因なのか、菊一郎の妻と子供、そして和子の夫は島を離れていたようなんです。いえ、二人も逃げよ、そこ。まあね、そうしてるうちにね、32人の海兵たちがこの島に流れ着くんです。味方の海兵とはいえ、仕事で来ている二人が兵士たちと共に暮らすことには危険も伴うんです。そこで海兵たちと離れて暮らすためと判断したのか、菊一郎と和子は夫婦となったんです。なんでやねん。実際に二人と海兵たちはお互いの存在は認識しつつも離れて暮らしていました。夫婦2人と3隻の船の海兵がそれぞれなので4つに分かれて生活していたんです。ほとんど無人島と言っていいあなた半島の生活は決して楽なものではなかったんです。こんな奇妙な日々は戦争の終結とともに終わりを告げるはずだったんです。まあ、そしてね、皆さんもねご存知だと思うんですけど、1945年の8月に日本が敗戦して終戦を迎えるんです。戦争が終わるとともに南洋興発のサイパンでの事業も終了。これであなた半島での不便な生活も終わりとなるはずだったんです。しかしなんとこの島には日本軍が助けに来なかったんです。なんでやねん。もちろん終戦の知らせも届くことはなかったんです。実際戦後間もなくはこのような土地がいくつもあったようなんです。有名なところでは終戦から28年、グアムのジャングルに潜んでいたという人もいました。戦後の慌ただしさの中でこの辺鄙な島も日本政府から忘れ去られていたんです。会社員とその妻、そして漂流してきた海兵たち33人に日本からの助けが来ることはなく、時間だけが過ぎていったんです。そうするうちに彼らには徐々に変化が訪れます。まあね、こっからですよ。こっからね、あなた半島ではね、悲惨な出来事がいっぱい
が起こるんですけど、何が起こったと思います？読んだ女の子全員帰っちゃったんでしょ、うんうん、悲しいな、なんでお前冒頭の30何人来たって呼んでたじゃない、31人呼んでねえ、呼んでねえよ、30待ち込んかお前。日本にね、中世時代戻らなかったんですよ、まあ、戻れなかったと言ってもいいのかもしれないですけど、その後ね、この人たちがどんな生活を送っていたのか見ていきましょう。すいません、滑舌を。作業が壊滅的なかったね、はい、女王の誕生。生活のための環境など整ってはいないアナタ半島、残された人々の生活は現代では、いや当時ですら考えられないようなものだったんです。持ち込んでいた食料は早々に尽き、自給自足で生きていかなければなりません。なんとか生息している魚やトカゲ、時にはコウモリなどを取って食いつないでいたんです。途中からは芋を育てるようにもなったんです。ちょっと楽しそう。火は石と木をこすり合わせて起こします。衣服もなかったため、木の葉っぱで作った腰身のを巻いていたんです。会話やってみたいな。これも原始人の生活とほぼ一緒じゃん。確かに。シュゴ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 やってたでしょ。何の作業それ？火起こし。そんなんで火を切るわけないじゃん。俺煉獄さんと同じ力持ってるから。中二病。いいんだよ。中二病じゃない。大人こそな。大人こそ綺麗事言え。大人こそ夢を語れ。滑舌が悪いから説得力皆無にある。いつまで続くかわからないこんな原始的な生活だったんですが、脱出のチャンスがなかったわけではないんです。このアナタ半島に残る日本人がいるという情報を掴んだアメリカ軍は、彼らに終戦を伝えようとしました。拡声器を使って戦争が終わったことを島中にたびたびアナウンスしたんです。しかし彼らはそれを信じようとはしませんでした。まあ、なんか日本のね、敗北をね、信じたくないって人がいたんすよ。敗北を信じずにそのままそこに居続けるみたいな人が続出したんすよ。自分たちが負けたことを信じなかったことで、孤島での暮らしは長引いていくんです。幸いなことに食料となる資源は豊富な島だったんです。取り残された32人はなんとか生きていくことができました。まあ、そんなね、過酷で厳しい生活を送る中、この島の状況を一変させるあるものが見つかったんです。とある海兵がアナタ半島を散策している時でした。戦時中に墜落したであろうアメリカ軍の戦闘機とパラシュートの残骸を発見します。当然彼は何か役立つものはないかと残骸を漁ったんです。そしてついに見つけてしまったんです。それは2丁のピストル。原始的な生活の中発見されてしまった文明の利器、不幸にもそれは全員に役立つものではなく、力の差を明らかにしてしまうものだったんです。しかし拾った本人にしてみれば、こんなにいいものはないんです。まあもうね、皆さんだったらもう分かると思うんですけど、すいません噛んじゃってね、滑舌もないです。限られたね、食料の中でピストルが出てきた。でそれを持ってる人が現れたってことは、何が起こるか、何を意味するのかってもうお分かりですよね。分からないです。もちろん食料だけではないんです。島でたった一人の女性、比嘉和子、彼女を守る旦那でさえピストルがあればどうにでもできます。こうしてピストルが見つかったことで、和子を中心に島に力関係が生まれたんです。そしてついに惨劇が始まってしまうんです。まあね、まあ、ピストルが、ね、見つかることで何が起こるかっていうのは、まあ、皆さんどうすか、もう想像つきますか。でしょ、女の子に銃口を向けて多く支払わせた、うん、最悪な合コンだな、うん、お前それ誰が主催したそれ。まあ、当然ね、和子の旦那である菊一郎が最初のターゲットだったんです。女王をめぐる争い。偶然米軍の戦闘機から見つかった2丁のピストル。原始的な生活に持ち込まれた圧倒的な力は、和子を中心に島を変貌させていくんです。比嘉菊一郎は島で唯一の女性である和子の夫、つまり島でたった一人女性と接する機会があったんです。大バッシングを受ける可能性があるんですけど、まあ、当時はね、女性をね、自由にできるって意識がね、今より全然強い時代だったんですよね。その時は。はい。ではピストルを手にした元海兵は何を考えたのでしょうか。それは自分が和子の夫になることだったんです。やべえな。そうなればやることは単純。男は菊一郎にピストルを突きつけ、和子を自分の妻にするように脅します。これにはさすがに従うしかない菊一郎、和子はこの男の妻となったんです。ですがもちろんね、これだけでは終わらないんです。二
二人目の夫と和子の生活が半年ほど続いた頃のこと、この夫が突然謎の死を遂げたんです。もともととても原始的な暮らしをしている彼ら、毒に当たったり危険な動物に襲われたり不意に命を落とす理由はいくらでもあります。そんなことより彼らが気になっていたのは次の夫なんです。そのまま菊一郎が元に戻るかと思っていたところでした。なんと彼も死んでしまったんです。しかもこれは謎の死ではありません、次の夫の座を狙った男による銃殺だったんです。ついにピストルでの死者が出た島は騒然とします。ですが警察などがいないこの場所では彼らにはただ恐れることしかできないんです。まあ、そうこうするうちにね、和子には3人目の夫ができるんです。おかしいやろ、3人目ってのは。和子はまた権力のある別の男との生活を始めるんです。この男こそ菊一郎を銃殺した本人、彼は思惑通り和子の夫の座を手にしたんです。そしてこのまま島の権力は固定されるかに思えました。しかし一度ピストルが使われ死人が出た島では人々の歯止めが効かなくなっていたんです。まもなくこの3人目の夫も謎の死を遂げ、4人目の夫が誕生。このように和子は夫を変えながら島の中心となり生き延びていったんです。まあ、このままね、男たちの争いが続くかと思いきや、あることが判明するんです。その時々で力のある男性が和子の夫となるというのがこの島のシステムになっていったんです。そして死んでしまうたびに夫が変わっていきます。こうして一人の女性を奪い合うようになっていったんです。しかし和子はその時々で夫以外とも関係を持っていったんです。マジか。和子と連絡を取るのはとてもシンプルな方法、島に生えている大きな木の葉に石などの硬いもので文字が書けたんです。夫ではない男たちはそれでラブレターのようなものを書いて和子に渡していたんです。なんか一つの島で欲が、まあそうなんですよね。なんか汚いですよね。汚いわ。人間のなんか闇っていうか、本能のままに従って生活してる感じがある。はい、汚いですね。さっきからそれしか言ってないわ。なんか汚ねえっすな。まあなんかこんなね状況も続くんで、男たちの中である変化が起こっていくんですよね。はじめはたった一人の女性である和子を奪い合うようにして、ついには殺人まで行われるようになったアナタ半島の人々。しかし一人の女性をめぐっての権力争いが続く中で、男たちの心境が徐々に変化していくんです。なんと人が争い死んでいくのを和子のせいにし始めたんです。なんでやねん。和子さえいなければ誰も殺されることはなかった、和子が悪いと。まあね、そんなね男たちの思いを和子は敏感に感じ取るんです。これまで自分は安全だと思っていた和子に初めて訪れた命の危険、このままここにいたのではあのピストルに命を奪われるのは目に見えていました。なんとかここから逃げ出さなければと思った和子が取った手段、それが降伏だったんです。たびたび戦争の終結を知らせに来ていたアメリカ軍、これまで堅くなに信じていなかった日本の敗戦のアナウンスに和子は応じることにしたんです。彼女は一人で降伏し日本へ戻る道を選びました。こうして和子は男たちの歪んだ殺意から逃れ日本に戻ることになったんです。これは1950年島での生活が始まって6年も経った頃のことでした。和子は間もなく出身地である沖縄に帰るんです。メンソーレ、はい、ビスカス。そして和子の帰国によりアナタ半島に日本人が残っていることを知らされた政府は間もなく救助を向かわせます。無事助け出された元海兵たちだったんですが、ここであることが世間を驚愕とさせたんです。和子が帰国した時点で女性が一人だけ残された島のことはセンセーショナルに報じられていました。30人を超える男に女性が一人、それを奪い合っていたらしいと。では何が世間を驚かせたのでしょうか。なんとアナタ半島で助け出された男性の人数は19人だったんです。もともと32人いた男性陣、しかし和子を中心として起こった惨劇によりその人数は19人にまで減ってしまっていたんです。もちろん他の原因で亡くなった人もいたんですが、果たして何人が和子を求めた争いに巻き込まれたのでしょうか。それは本人たちにしかわからないんです。しかしこの出来事は日本中の話題をかっさらいました。まあ、実際ね、和子も他の男性も帰国後にいろんなインタビューを受けてるんですよね。映画とかでもありえないようなエピソードじゃない。みんな興味津々よ、それは。しかも、うん、島でね、いっちゃこらあったのをなんかマスメディアに話す心の強さ、なんかさすがね、生き延びただけありますよ。恥も外聞もないわよね、あんたみたいよ。恥とか別にないっすよ。だって人間ってさ、自分がやりたいことを恥じちゃダメ、やりたいことあったら周りの人とか関係ない。もうこんなね、横
くわかんないやつとこのよくわかんないね格好でやってますけど、それでもいいんすよ、楽しいから。もう皆さんありがとうございます。私恥なんて書いてないですよね。私一番綺麗だと思ってるから、うん、おっしゃる通りです。しかし彼女たちの語る真実は食い違うことも多く、何が真実なのかははっきり分かることはなかったんです。彼女は男に従わざるを得なかったのかもしれませんし、男たちの心を掌握し島を支配した女王だったのかもしれません。そしてこの事件をもとに数々の書籍や映画が作られます。当の和子はこの事件を扱った映画あなた班の真実はこれだに本人役で出演したりもしているんです。いやすげえ度胸してんだこいつ。彼女が本当の女王だったのか、メディアにもてあそばれた被害者だったのか、真実は絶海の孤島に置き去りのままなんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。